演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。しらリフトの和菓子っていうのを飲みたいですね。はい、どうぞ。どうぞ。和菓子っていうのを飲みたい。はい、ラフランスのことを洋菓子というか、それと対にしてるのでしょうか。どんな感じなのかな。先日のナシスミュージーとはまた違うのかな。それでは、開けた瞬間に梨の香りでは飲んでみます。先日の梨スムージーと比べると梨はそこまで強烈に来るわけではないですね。基本スープした紅茶で梨の香りがほんのり来るような、そんな感じです。あまり強烈に梨を感じたくない、でも梨が感じたいという方にはおすすめですね。だから不純してます。反対に強い梨を求める方には物足りないかもしれません。紅茶として甘さが控えめ、さっぱりしているのでケーキとかにもありそうですね。というわけでこちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。